言えるよ。南安关安娜。リナ、ダメ！おまわりさん、助けてください！みんな逃げろ！早く！なんでこっちに入ってきたの？し、答えなくていいから息を止めて。早くここから出ましょう。ユナ、大丈夫か？私、落ち着いてって確かに言ったのに、なんで私の言うことを聞いてくれなかったの？あなた、まだ血が出てるじゃない。私は化け物じゃないから誤解しないでよね。どういうこと？お前魔女だったのか？うるさいわね、魔女でもないわよ多分。じゃあ今のは何だったんだよ？夢の中で女の人に会ったんだけど。俺も変な女の人に会ったことある。夢の中でね、目を覚ましたらこんな力が使えるようになってたの。夢の中でどうやって？後で絶対続きの話聞かせてくれよな。B15 はあっちの方みたい。映画だとこんな時に限って電気消えるよな。生存者そこの3人、脱出を手伝いますので、私の指示に従ってください。一つ聞いてもいいですか？このシェルターに、ハンジスって人はいませんか？少々お待ちください。残念ですが、そのような名前は登録されていません。今はシステムが不安定な状態です。別のシェルターにいる場合、このリストには載っていない可能性もあります。それではこれから外にある列車に移動してください。今すぐに。生きようとあがくな。もっと痛い目にあって死ぬだけだ。そうか、お前だったのか。悪意はない。私の言った通り、ヨットデートはロマンチックでしょ。私たちまるで愛し合う恋人同士みたいね。ねえ、聞いてるの？幻覚じゃないわ。あなたは今私と一緒に時を過ごしているの。本当に嬉しいわ。最後のデートはいつだったのか。だいたい800年くらい前かしら。私、写真より実物の方が素敵でしょ。それはそうと、あなたはまだ生きているわ。死にかけてはいるけれど、本当に愚かでかわいそうな子。あの子はあなたの腕を切り落としてしまえば私を止められると考えたのよ。まあとにかく私が言いたいことはおめでとう、あなたは選ばれました。あなたは私のチームに選ばれたってことよ。得点について説明するわね。死にかけているあなたを回復し、未知なる力を与え、あと超絶強いボスを倒しちゃったり。心配しないで。苦難と逆境を乗り越え、危機にさらされた世界を救う、そんなヒーローを夢見たことない？いい子ね。それはまた今度話しましょう。今は生き残ることに集中して。あの女はお前を利用しているだけだ。自分のために人間を利用して捨てる、それがあの女の本性なんだぞ。お前はなぜもう遅い。今すぐ戻れ、デリア。分かった、ウンブラ、すぐ戻る。生き残ったのね。落ち着いて。ほら、最初の一歩が一番難しいって言うじゃない。でも立派に対処できていたわ。それじゃこれから本題に入るわね。あそこにある醜くて嫌な感じの大樹が見えるかしら。あれはウンブラ。彼女のネズミがストーンを盗んでいってしまったの。ストーンは全ての根源。この前までは私が管理していて、自分のことながらなかなかうまくやってた。そしてその結実がまさにあなたなのよ。でもウンブラは自分のやりたいようにストーンを使おうとしている。それだけは絶対に阻止しなくちゃいけない。もしそんな事態になったら、あなたの知る世界の原理が変わってしまう。ウンブラと私はね、人間の精神と魂の設計者なの。人間性は私たちのうち起きている方が決めることができる。それじゃあ誰が起きて誰が眠るのか、それをどうやって決めるのか。ストーンが片方の設計者によって作動し始めると、もう片方の設計者は眠りにつくようになっているの。もしウンブラがストーンを発動させ、私が眠りについてしまったら、人間はウンブラのルールに再定義されてしまう。私はあなたたちが好きよ。とてもだからこそ、ストーンを必ず取り返したい。あなたにはそのお手伝いをしてほしいの。憎たらしいことに、ウンブラは私が近づけないよう、私との間に壁を立ててしまったのよ。あの小さくてよく見えもしない埃みたいな点が見える？れがあなたよ。私にはよく見えるからそんな必要はないわ。あなたの腕に私の力を授けておいたわ。私の代わりにその力を壁の向こうへも。実はね、私たちに残された時間はあまり多くない。そうね、できるだけ早くかしら。自信を感じさせるいい返事だわ。失敗しないでちょうだいね。